つ、常にこの世を守るやつ、その名はガッチャマン、科学忍者隊、ガッチャマンファイターゴー。空を飛び地を駆け、海を走り、未来に輝く道開く、頼むぜガッチャスパルタン、我らの平和を取り返せ、行け行け行けガッチャマン。今日も大空駆け巡る、今日も地球を駆け巡る、エゴボスラーの秘密基地に近い地下数百メートルの地点である。エゴボスラーの指示を受け、ケンペラーはある物質を大量に掘り当てなければならなかった。見つけたぞ、イエローサルトリンだ。恐るべきエゴボスラー伯爵の逆襲に備え、ニュージョークの守りは固く、科学忍者隊の各メンバーは協力し警戒に当たっていた。あの奴らめ、一体どっから襲ってくるのかな。通行証を提示しなさい。うるさいな。よし、通れ。
中身は石油に間違いないね。よし、行って行って。変だろ、タンクローリーばっかりやけに続くな。エゴモスラの一味が一番街に現れた。タンクローリーで有機性神経ガスを撒き散らしている。え、タンクローリー、あの中に神経ガスが。クン、ガスは撒き終えた。ひとまず退却だ。ジンペ、行くわよ。どうしよう、オイラ大変なこと。できない。さあ、加えるんだ。ジンペ！すいません、早く酸素吸入を。この通りの患者です。予備のボンベまで使い果たして。しっかりするのよ、ジンペ。奴ら頭おかしくなったんか？はあ、うん、水陸両用のタンクローリーとは。見ろ、そうか、あれが奴らの作戦本部だな。そして同時に神経ガス基地か。奴らのタンカーはそのまま動こうともしないで止まったままです。タンカーで潜入し、タンクローリーで神経ガスを運んだのね。チッ、ジンペイの野郎、検問をサボりやがったな。こうなら一気にタンカーを叩くしかねえな、ケン。それはダメだ、流れ出た神経ガスがワトソン川の領域に広がる。ケンの言う通りだ、被害は一番街の数十倍の規模に及ぶ。よし、密かに潜入するんだ。だが長官、市民の抗議が殺到しています。なぜ神経ガス部隊の上陸を許したのかと。このままでは科学忍者隊、ひいては国際科学技術省にまで非難が集中します。このままでいいのですか。私は科学忍者隊を信じている。
彼らの戦いは私の戦いだ。どんな避難にも耐えよう。それが私の義務だ。一番街のガスがこっちへ流れてくるぞい。ジュン、酸素ボンベはどうした？陣平の命がかかっていたわ。潜入態勢に入る。エンジン停止。ラジャ、来たなガッチャマン。気づかれた。前期急速上昇。ガッチャマン。見たかガッチャマン、念仏でも唱えておくがよい。もしもし、大丈夫ですか？もしもし、しっかりして。避難命令が出たのよ。ガスを浴びた女の子は？命は取り留めたわ。あなたのおかげよ。お兄ちゃん、ありがとう。いやー、よかったね。これはお姉ちゃん。長官、国連軍から緊急避難命令が出ました。職員を全員避難させるんだ。わかりました。で、長官は？心配しなくていい。君には職員誘導の役目がある。さ、早く行きたまえ。は。頼むぞ、ガッチャマン。終わりだ。一生入場後の土地が踏めないかもしれない。守りきれねえよ。大丈夫。待ってろよ兄貴たち。おいらもすぐ行くからな。くそ、神経ガスなんかに負けてたまるか。
後の時だ。ケン、見ろ。あ、長官、大丈夫ですか。長官、大丈夫だ。長官、今なら間に合います。退避してください。私のことなど心配するな。君たちの力に入場騎士の運命がかかっていることを忘れたのか。長官、君たちが死に物狂いで戦っているというのに、どうして私がこのビルを離れられよう。ケン、国際科学技術庁は私の船だ。船と運命を共にするのは船長の義務だ。たかが四匹のアホ踊りに何をもたもたしている。ありったけのガスを浴びせかけろ。ガッチャマン、もだえ苦しむがよい。ケン、合体さえできれば。おい、見ろ。ジッペン、無事だったのね。ケン、早速合体だ。そうだ、コックピット内の気圧を上げれば。やるな、ガッチャマン。だが、いつまでその気圧に耐えられるかな。それ、攻めまくれ。どうしたか。苦しい。だが、合体しなくては。ガッチャマン、頼む。負けるんじゃないぞ。よし、全機合体する。ユーナイト、ガッチャスパルタン。ガッチャスパルタン、合体完了。デルタパワーアップ。ガッチャマンフェンサー、トーヤー、トーヤハイパーシュート、ラジャー。あいつの体を爆破させるとガスがばらまかれる。あいつの頭を狙え。
ラジャオリアサリア無念だがチョン、しかし今度会う時にはその命必ずもらうからな。科学忍者隊の働きにより神経ガスの恐怖は壊滅した。だがエゴボスラーの野望が消え去ったわけではない。彼は今も平和を破壊する鋭い爪を研いでいるのだ。行け、戦え、後ろを振り向くな、ガッチャマン。音もなく現れ風のごとく去る。ギャラクターの先人には常に悪魔の翼チチリアの鷹と恐れられる戦士がいた。ギャラクターの若き英雄とガッチャマンの一騎打ちが刻々と迫る。次回ガッチャマンファイター G1 号華麗なる激突をお楽しみに。